今日は、はい、あの駒子レストランっていうことではなくて、はい、駒子さんに、はい、あのちょっとお聞きしたいなって思うことがあって、はい、私自身が、まあ、駒子さんにもお話ししたんですけど、はい、こう、まあ、25年以上30年近く人が豊かに生きるということをサポートするというのが自分のミッションで、はい、でそのために、まあ、研修企業研修をご提供したりですとか、はい、あと個人セッションでセラピーだったり心理カウンセリングをしたりとかってこうご提供してるんですけど、でなんかこう駒子さんと話してたら豊かさって言葉が出てきたので、はい、これはチャンスと思って駒子さんがなんかこう豊かに生きる、はい、うん、でいろいろ話をしてると、はい、本当に幼少期、はい、本当に小さい頃、うん、小児がん、はい、患われて、はい、余命っていうことじゃなくてこの手術をしても命がほとんど危ないみたいなところからこう復活されていく、はい、結構奇跡を体験されていたりとか、はい、もうちょっと大人になってまたもう一回がんになって、はい、でそれもさらにまた克服されて今ここに至ると、はい、うん、だから、まあ、この話をこう聞くにあたっては命の尊さっていうか、はい、この人生というかこの今いただいている命を生き切るみたいなことを十分分かってらっしゃって、はい、なんか駒子レストランでその食材の命をねこう、うん、駒子さんの手によって皆さんにここ提供しているってここがあったので、はい、ちょっと聞きたいなって思うんですけど、はい、駒子さんにとって豊かに生きるとは豊かに生きることは、うんうん、たくさんのこと、うん、人、うん、起こることに、うん、感謝をして生きること、うん、と思ってます、うん、はい、なるほど。感謝って、まあ、私も研修でもう20年以上、はい、感謝が大切だって言い続けて、はい、本当に数日何日か前の研修でも、はい、感謝についてこう話はしてきてるんですけど、だから日本人だと感謝っていうのは相当こう耳慣れしてると思うんですよね、はい、うん、なんだけど駒子さんがその感謝っていうのを、はい、自分のこう根っこ、はい、ベースにこう置く、はい、なぜその感謝っていうのをこう置くようになったんですか？小さい頃からたくさんの方に本当にこう助けていただいて、うん、今私の体がこうあるって思っているんですね、うんうん、それは本当にやはり 99% 助かんないって言われた、うん、小児がんを克服してきたことも、うんうん、やはりもうたくさんの方に助けがあって、うん、ご縁があって、うん、応援があってって思ってますし、うん、一回43歳の時にもう一度乳がんを経験した時も、うん、本当にたくさんの方に応援してもらってあるんですね、うんうんうん、なのでやはりその人からいただく応援、うん、気力、うん、これって本当にありがたいなって思っていまして、だから人って一人では決して生きてなくて人に助けられて生きているんだっていうことをもう本当に54年間毎年小さい頃の記憶あるのって言われちゃうかもしれないですけど、そこは本当にないですないですけど、こうだったんだよっていうお話を両親から聞いたり周りの人から聞いたりしてると、うんうん、あ、だから今私ここに命があるんだなって思いますし、うんうん、やはりこうあとは、うん、今この場所でこの時間、うん、生きているって、うんうん、当たり前じゃなくて、うん、本当に奇跡なんだなって思うんですよね、うんうん、なるほど。なんかその駒子さんにもこう伝えてるんですけど、こうお話ししてるとすっごい優しい波動っていうんですかね、エネルギーがすごい来るんですよね、うん、それで駒子レストランって6席しかないんですけど、なんて言うんでしょうかね、和モダンっていうかすごく居心地がいいんですよね。あ、私一切お世辞言わないんですけど本当に居心地がよく、多分包み込めるんでしょうね、駒子さんが十分手が届く範囲っていうんですか、うん、はい、まんべんなく、はい、あとねこのずっと聞いていただくと分かるんですけど、お話の仕方、はい、うん、本当に言葉が丁寧なんですよ。
あの丁寧なんですよって私が言うのも変なんですけどねすごく変なんですけど、あの私も言葉をこう研修で人に、まあ、お伝えをすることがあって、はい、だけど休憩時間とか、あの研修中は皆さん丁寧なお話し方するんだけども、休憩中に入った途端、うん、やべうあっていうなんかちょっとちっちゃいつとかがついてくるような言葉をたくさんお話ししていて、はい、でそれは現代語だからって言ってもう全部否定する気はないんだけれども、なんか日本語の美しさっていうんですかね、はい、それをちょっと忘れてこう短縮語とかめんどくさいからみたいな感じでこっちばっかりを選んでる、はい、ちょっともったいないなってずっと仕事するたびに思っていたのが、こまこさんのレストランに行ってお話をするのを聞いて、はい、なんかすごい心地がいいんですよね。 ありがとうございます。すごい嬉しいです。嬉しいです。日本語って綺麗ですよね。綺麗です。なんか、うん、一個一個にちゃんと意味があって、あの素敵だなって思うことが多いです、なんか母音語じゃないですか、はいはい、あの英語とかは子音を中心に使ってますけど、で母音そのものが人をこう包むっていうか、人を心地よくさせる音があるっていうことらしくて、はい、だから余計なんでしょうけど、あと日本語のこうつづりとかなんかね、もう話せば話すほどもう駒子さんに国語というかお話し方のこんなのがやってもらいたいなって思うぐらい、はい、ね、なるほど。あと、はい、その感謝がベースにあるっていうのはあるんですけど、駒子さんがちょっとこう元気なくなったなとか、はい、まあ、食で改善するっていうのはもちろんあるんですけど、なんかありますか、自分のこうちょっと気持ちがめいてきたとか、ちょっと落ち込んできたって言った時にこう回復させるなんか術というか。はい、温活します。体を温めることをします。温めること、はいはい、スポーツ、例えばジムに行って、トレーニングし始めたりとか、ヨガやったりとか、あとサイクリングしたりとか、なるほどなるほど。気持ちが沈んだ時ほど、体が温まるとガッとこう陽体質に変わっていくので。なるほど、はい、なのでそこまで気力ないなっていう時は、本当にスパに行って1日もリラックスして温めることだけを意識して、岩盤浴行ったりサウナ行ったり温泉使ったりとかして、気力っていうか落ちてる時って、こう自分がいっぱいいっぱいになってる時なので、誰かと一緒っていうことが私はできなくなってしまうので、一人の時間を、あえて作るようにして、そこで体を温めることを何かしらやって、そうするとすごくリラックスできるった時にまた、ああよかった感謝っていうそこに行くんですね。はい、そうなんです。あ、なんかこんなにこのネガティブな感情あったけど、こんなことできちゃったじゃんっていう自分に出会えちゃうと、あ、もう本当ありがたいなって思う。なんか生姜の話でね、体を温めるってあって、はい、あの心身温めるってなんかそのフレーズも駒子さんから聞いて、心身温めるって思ってたんですけど、そういうことなんですね。そうなんです。でも確かに私久しぶりにこの間サウナに何年ぶりぐらいだろう、15年ぶりぐらいに行ったんですよ。さっぱりしました。あ、ですよね。なんかあんだけ通ってて、なのに最近サウナブームですよね、はいはい、で息子が週に2回くらい行くのかな、はい、一緒に行きたいって行こうよって言われるんだけど、また今度ねみたいな、行かなかったんですけどこの間行ったんですよ、はい、なるほど。でもサウナで今の感覚はなかったですね。なんかこ そうです、汗を出したいとか、なんかこうさっぱりしたいっていうのはありますけど、体を温めるために、体を温めて気分をリフレッシュさせるっていうのはなんか初めて、なんかすごい新鮮な話だった。これも石原由美先生から教えていただいたんです、でその養蜂するに全ては循環、あーそっか、体の中も循環ってことですね、はい、そうなんです。人と人っていうのも循環だし、この中も循環させていく、はい、なのでこういろんなものが溜まってきた時は出さなければ入っても来ないから出しなさい、だからそれは
汗として出す。あ、なるほどっていう。なるほどなるほど、はい。まあ、私心理学っていうか心理カウンセラーもやってるんで、はい、心もそうですよね、はい、食べた固形物デトックスってことだけじゃなくて、はい、何かグッとこうなってるのも、うん、確かに私も出すお手伝いをしてます。いやー、外に、ね、すごい。あ、そっか、なるほどね、はい、あ、体を温めるってなんかすごく大事にしてた意味が分かりました、はい、本当に人生の中のずっと温めることをしているような気がします。なるほどね、はい、なるほど。なんか運動する仕方が変わりそう。あー、やったー、嬉しいです。本当に本当になるほどなるほど。なので、うんうん、石原先生に毎日壁ドン、うん、腕立て伏せ、あ、腕立て伏せは伏せてやらないと腕立て伏せじゃないって思うからきつくてみんなやらない、うん、でも壁についてただ手をこう、そんなきつくなさそう。全然きつくないんですよ、うん、これを10回やるだけでここの筋肉がつくんだから、うん、体は温まってるでしょ、うん、筋肉がつくということは免疫下位という細胞が出て、うん、病気を寄せつけない体になる、うん、でしょ。そういうことを簡単で楽しいことを選んで探せばいい。難しく考えるとやらないかよ、うん、って言ってできることだけやりなさいって教わって、うんうんうん、はい、そうですね。やらねばならないってないとちょっと入り口からきついですもんね、うん、そうなんです。でこう検索して腕立て伏せってやるとみんなこうやってると、うんうん、気持ちですよね、はい、1回しかできなかったってなっちゃう、うん、でもどんな形でも、うん、こうここを鍛えることができれば、うん、それが壁ではなくてタオルでもいいでしょ、うん、だからできることを長く続けなさいっていう、うん、はあ、なんか染みます私ちょっとなんか体、やっぱり私もちょっと壊して、はい、治療っていうか、はい、してで歩くのもちょっと股関節ダメにして歩くとなんかつまずいて、うん、私はもう今後小走りもできないのかなって思ったところが今治療してここが大丈夫で、なんか今朝なんですけど小走りがようやくできて、なんかこれジョギングできるかもっていうところまでようやく来て、でこっから来るとそれまでは運動するにも今ちょっといろんな部位がこう固まっちゃってたりいろいろあるんで変に筋肉つけない方がいいって言われて、ようやくね運動をちゃんとしてもいいってところに来たので、はい、なんか身に染みます。あ、よかったです体を温めるっていうところからやるのありですね、はい、そうですね、そうですね、いいですね。そう、ガンって冷たいところに固まるんですよね、うん、で人間のやっぱりこう体温が下がって冷えていったところに、うんうん、固まっていくから、うんうん、やっぱりそれは温めてほぐすしかないそうなんです。だからそのほぐすっていうことは、うん、やはりこう循環させる、温めるっていうことが最良なのかなって思って、うんうん、それが究極じゃなくてもいいのかなっていう、うんうんうん、それ知ってるだけでかなり違いそうですよね。なんか私たちがこう、まあ、私たちというかこうお肉でも何でも、はい、チョコレートとか甘味でも何でも、うん、こうワンワンってこう食べたくなるものってやっぱりちょっと体を冷やすっていうか、はい、固まって体の中に蓄積されるみたいなこうイメージありますよね、うん、はい、だから、まあ、絶対食べちゃダメだとは言わないけど、うん、でも食べるんだったらそれをこう循環して流す、そうですね、外に出すことをしていけば、はい、まあ、食べてもいいよって感じですかね。そうなんです。食べないっていうもの、うんうん、何かをやめるはすごいストレス、うん、そうですよね、なので、うん、食べるからプラスアルファ、うん、何かをちょっとする、うん、チャレンジ、うんうんうん、それも難しいことじゃなくて楽しいこと、うんうん、に変えていくってね、はい、なんか大事ですよね、はい、なんとなく一瞬いろんなこう健康ブームとかいろいろ来て、はい、これしちゃダメだあれしちゃダメだ、うん、これはダメだこれはダメだ、こういう食べ方をしろ、はい、こういう生活の仕方をしろみたいにこうなっていくと一瞬やるんだけど、やっぱり長続きしないっていうのは苦しいからだよね、はい、そうですよね、ねばならないっていうね。あ、そうなんです、うん、そこをねちょっと取って、はい、時に自分にその OK を出して、はい、許す、でまたちょっと腸活と体を温めるして循環でこう出していくっていうね、はい、なるほど。だからこういうね笑顔が出る
なんか心の豊かさとか、うん、こう豊かに生きるっていうのをテーマでずっと30年ぐらい生きてると、はい、なんか本当にこうでなきゃダメっていう形がなくなるっていうか、うん、はい、あの親子関係でも夫婦関係でも家族関係でも、うん、なんかこうあるべきみたいなのがちょっとなんかそういうのがずっと長年あったなっていう、はい、でそこがもう少しずつ壊れて時代が新しくなったっていうよりはなんかもうそこ壊して、はい、わがままになれとか自己中心的になれってことではないんだけれども、はい、なんか自分らしさ、うん、見つけられるんですよねそれぞれにねきっとね。そうですね、もう自分らしさ大切ですね大切ですね実はねやっぱり、はい、まあ、さらっとさっきねあの病気の話されてたけれども、はい、あのまあ、詳しく話していけば、はい、輸血する血もものすごく必要だった時に、うん、はい、やっぱりその病院の中だけではどうにもならないみたいなこともあったりした時に、はい、どなたかの協力があったりとか、はい、たまたま本当にそれを手術できる先生がたまたま帰国してそこにいたからそれができたとか、はい、なんかいろんなこう一見奇跡と思えるようなことが重なってるから、はいはい、駒子さんの感謝っていうのはすごく大きくなって、はい、ベースを支えてるっていう感じですよね。はい、もう本当そうです、ね、それをこう伝えてくれる、うん、両親だったり、うん、祖母だったり、うん、おじいちゃんだったり、うん、周りの人もありがたいなって思うんです、うんうん、あの本当に100人の人に輸血してもらったから、うん、駒子の体は自分一人じゃないんだよ、100人の人の血が流れてるから感謝して毎日行きなさいって、うん、こう毎日こう言われるとそうだなって思って、うんうん、なんかこう大切にしようと思いますし、うん、そうですね、はい、ということで、はい、たくさん駒子さんとお話してきて、はい、うん、あのこれからも時 またね、はい、あのいつかお話ができたらと思います、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。熱海です。ぜひどうぞ熱海に来たらいらしてください。よろしくお願いします。失礼します。